はい、いつもございます。タカです。今回なんですけどもね、今回ね、秋のおすすめルアーランキングをデメリットを主体に考えていこうかなと思います。デメリットっていうのはそのルアーが、ここはいいとかね、ここはこういうところで使うとか、いろいろあると思うんですけれども、僕としてはおすすめルアー、この秋に使っていきたいっていうね、ルアーはいっぱいあるんですけれども、その中で厳選して、これは秋はやっぱおすすめというか、使いたいなってものをね、ちょっとランキング形式で紹介していこうと思います。ただ、それの悪いところというか、ここはちょっと使う用途としてデメリットがあるよってところをね、踏まえて紹介していこうかなと思います。だいぶね、涼しくなってきましたよね。ただね、10月に入ったのに、残暑が残る感じで、水中秋なのに地上はまだ暑いし、場所によっては水が悪くなったりとかね、ちょっとよくわからない状態っていう場所も多かったかなと思います。僕が住むね、中四国地方なんですけれども、今週ね、10月中旬からかなり朝晩冷え込んでくるので、いよいよね、本格的に秋になるかなっていう感じです。今まで結構岸とかカバーとかね、若干まだ魚って残ってたと思うんですけども、そういうのがどんどん散っていくというか、いろんなところにね、動き回ったりとか、ちょっと沖に出たりとか、そういうね、時期かなと思います。以前ね、10月のおすすめルアーについては紹介していったんですけれども、10月1日の状態でのね、定番パターンを含めておすすめを紹介していったので、今回はね、そのフィールドの状況を見てとか、自分が行ってみてってところも踏まえて、今回は大きく分けて秋というくくりでね、おすすめルアーをね、勝手にランキング形式で紹介していこうかなと思います。今回の動画を見ていただければ、秋だなーって感じた時にね、選ぶルアーセレクトのヒントを得れる動画になっていると思います。バス釣りジャパンチャンネルは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、新製品のレビューなど、各種バス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。では、早速紹介していこうと思うんですけれども、ぜひぜひね、皆さん秋はこれを使うっていうね、ランキングがあればコメントいただけると嬉しいです。ぜひね、僕のこの動画の内容に加えてというか、僕の内容以上にね、コメントしてくださる方々がちょっと詳しいことだったりとか、これどうなんだろうってね、これちょっとなんか自分の中でひらめくなっていうね、ワードだったりとか、そういう文だったりとかあると思うんで、ぜひ下のコメント欄を見ていってください。今回はね、ハードルアーに限定していこうと思います。ワイヤーベイトはね、こちらに含ませてもらいます。次回はね、ワームソフトルアー編にしていこうかなと思っているので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。はい、今回ね、5つのルアージャンルでね、紹介していこうと思います。もちろんね、どういう状況で使うのかってところと、そのデメリットというか、これはこういうデメリットがあるよっていうところをね、解説していこうと思います。はい。じゃあ、最初、いこうと思います。第5位からいきます。第5位はこちら。はい。これ系かな。はい。これ系ですね。シャットプラグですね。はい。こちらね、秋から玄関期とか、その結構厳しくなるタフな状況から結構効果を発揮するものです。今回レベルシャットとイボーク SR を用意してるんですけど、MR とかもあるんですけどもね、いろいろいろんなジャンルがあると思います。基本的にもリップ付きのものなので、動きに制限っていうのは出てくると思うんですけども、この細かいピッチと、小さいベイトフィッシュライクというか、こういうね、小魚系のものっていうのが、素早く動いてることで、魚がワン系と見切ってしまう魚を口を使わせるっていう非常に効果があるものなんですよね。例えば、この図がありますけども、今回あんま変えてないです。ちょっと色塗ったぐらいですね。っていう感じなんですけど、シャットだったら、例えば投げてあげて、この先行レンジ決まってるので、もちろんね、ロッドの角度である程度コントロールすることはできます。投げてあげて、中層に浮いてるやつを、パーってやって、近くをね、通して、そこで口を使わせるっていうことができます。なので、結構いろんなクランクベイトだったりとか、いろんなものしたけど、反応ないとか、ワーム打っても全然ダメだなって時に、そういう時にこういう細かいプラグ系、硬くて細いもの、ちっちゃいものが細かく動くことで、魚をね、騙すことができるっていう要素が非常にあるのがこのシャットプラグです。はい。で、状況としてね、使える状況、まずトレブルフックですよね。なので、もちろんカバー周りとか、何かしらウィードがまだ残ってるってシーンでは、かなりね、物を拾ってしまう可能性が高いです。で、もちろんね、クランクベイトとかだと、泳がしてくると、馬力がある。要するに水をしっかり切ってきてくれるので、多少のウィードが絡まっても、そのまま泳ぎ続けてくれるから、魚にとってもね、比較的違和感を与えにくいんですよね。ただ、こういうシャット系プラグって馬力って基本的にそんなにないものなんですよね。なので、より細かいピッチで動いてて、例えば物をちょっと拾っちゃうとか、落ち葉のカスを拾っちゃうと、動きがもう完全におかしくなっちゃったりとか、くるっと回っちゃったりするんですよね。もちろんね、それで騙せる魚ってもいると思うんですけども、基本的にやっぱ何もない状態でしっかり細かいピッチで泳ぐことによって魚を騙すことができるので、まずそういうね、浮遊物があるとか、カバー周りを打つとかいうシーンではちょっと使っていけないので、その辺をね、まずデメリットとして挙げていこうかなと思います。で、あとはね、基本的にやっぱ小型プラグが多いですね。もちろんミノーとかもあります。ミノーもね、こうジャンルとしてはちょっとどうしようか悩んだんですけど、基本的にシャットで今回紹介していただくんですけども、ミノー系とかシャット系っていうのは基本的にやっぱ軽いウェイのものが多いですよね。レベルシャットとか、イボークのシャットとか、これぐらいだったら基本的にベイトで、投げられないことはないですけども、これだとベイトフィニッシュだったり、スピニングだったりしますよね。で、タックルも選ぶし、タックルバランスも選ぶんですよね。例えばガチガチの竿で投げてしまうと、こういう細かいものでしっかりバイトしてきてもうまく乗らないとか、竿がしっかり仕事をしてくれないということもあります。なので、お使いのタックルをしっかりこうセッティングしてあげないと、せっかくいい魚を取れたりとか、せっかくいいバイトを取れても弾いてしまうとかいう可能性も出てくるんですよね。で、あとはね、もう一点なんですけども、やっぱ広範囲に探るものではないと思っています。僕は個人的になんですけど、もちろんね、水の押し加減だったりとか、そういう部分では変わってくると思うんですけど、例えばこのレベルシャット、小型ですよね。で、ハイピッチで泳ぐから、食わせに特化しているという部分を考えると、広範囲に探っていくっていうのはかなり厳しいところがあるんですよね。で、もちろんね、根掛かりの回避性能っていうのはリップがついてるから、岩とかね、こういうところに当てても、多少はね、避けてくれます。ただ、浮上するね、アクション、これ例えばレベルシャットはサスペンド気味になるので、浮いて止めてあげても、ちょっと若干ね、やっぱ刺さって、突き刺さってしまう可能性があります。そういうところも踏まえて、広範囲に探ることがなかなか難しいものではあるんですよね。なので、例えば1点、このラインとか、この1点の場所に対して、魚を騙していきたいとか、ここは魚がいる可能性が高い、魚が入る可能性が高いってところに対して、何度も打ってあげて、細かいピッチで魚に気づかせて、騙すことができるっていうものです。で、どんどんね、この時期、どんどんクリアアップしていくフィールドって多分増えてくると思うんですけど、そうなると結構強めです。ただ、これが濁ってしまうとか、水にしっかり色がついてるシーンであると、どうしてもね、やっぱ騙しにくいというか気づかせにくいことが結構多いかなと思います。なので、もちろんね、濁ってるシーンだからこそ、この細かいピッチで、でかい魚とかを騙すこともできると思います。水が色がついてるってことは、魚をね、騙す要素として非常にプラスになる時期でもあるんですけれども、比較的遠くからとか、近くを強くアピールするものではないので、そこをね、まず押さえていただいて使っていただく必要があるかなと思います。シャットに関しては。はい。なのでね、そういうデメリット部分というか、このシャットが苦手なところを抑えていただくと、おのずとね、プラスの部分も見えてくると思います。今後ね、この後ね、紹介する部分もそうなんですけど、そういう視点で見ていただけると、自分のフィールド、例えば、今シャットが使えそうな状況だなっていう状況をね、把握してで使ったけど出ないと。で、逆にシャットがね、デメリットとしてある部分、じゃあ魚を呼び寄せれない。実はそこに魚いないかもしれないっていうね、そういうヒントも得れると思うんですよね。なので、そういうところをイメージしていただく上で、今回シャットはね、そういうところがあるよっていうところをね、理解していただいて使っていくのがいいかなと思います。はい。じゃあ、こちら第5位がね、シャットでした。はい、次ですね。次は、最近ちょこちょこ動画でも上げてるんですけれども、はい。じゃあね、次第4位に行こうと思います。はい。これも影で見えますよね。はい。クローラーウェイドですね。トップウォータージャンル、もう結構ね、冷え込み激しくなってきてます。ただ、まず大前提として、水温が下がるっていうのは、外気温がガンと下がって、一気に水温が下がるのではなくて、外気温がこう、どんどん下がっていくことに比例して、徐々にね、水温って下がっていくものだと思います。なので、例えば日中すごい暖かいとかやると、水温はもちろん表水温は上がりますし、そこからどんどん下がっていくとか。で、徐々にこう、階段のようにね、下がっていって、どんどん低水温期になっていくっていう感じです。なので、今のね、この10月の中旬、もちろん11月頭ぐらいまで全然いけると思います。クラウドアベートっていうのは。じゃあ、これの、いいところっていうところなんですけど、もちろんね、表層を使えるってことですよね。ラインを、水中につけなくて済むってことです。結構ね、やっぱ投げてると、こう、ラインがね、こう、例えばさっきのシャットだったら、こう、投げてて、ここにラインがありますよね。こういうね、本当ね、わかりやすいというか、やっぱりブルーギルとかちっちゃいベイトって結構最近どこでもいるところってあると思うんですけど、こんな感じで。そういう人だって結構ライン見てますよね。ラインプカプカついたりとかしてます。なので、いうことは魚にとってラインっていうのは見えている。もう水質にもよると思うんですよ。もちろんね、濁ってる濁ってないとこもあると思いますけど、比較的ラインっていうのも、その魚にとっては、特にね、賢いでかい魚っていうのは騙す要素が、騙す上で結構デメリットになる可能性が高いんですよね。なのでそれをこの水面につけなくて済む。特にクローラーベイトとかってこうね、弧を描いてね、ほんとゼロの状態。例えばトップウォータージャンルのペンシルウェイトとかそういうのあるんですけど、ペンシルとかってこの水面にね、浮かせるしてしまう可能性があるんですけども、そのデメリットでも排除することができるっていうのが非常に効果的だと思います。もちろんさっき言ったシャットのところで言ったんですけど、水質がこうクリアアップしてしまうと。クリアアップしてしまうところで、羽物を使うと水面に水をつけない。ただこのルアーが浮いてるだけっていう状況を作り出すことができるんですよね。なので、そうなってくると、魚を非常に騙しやすくなる。もうそういうね、ラインを嫌うようなとか、もしくは水面じゃないと騙せない魚っていうのを取っていけることができるんですよね。で、もちろんね、秋いろんなフィールドがあると思います。で、いろんな散った魚を釣っていく上で、例えばね、こういう、アベント RSR とか、バンクフラッターとか、比較的こっちの方が強い、バズベイト寄りな使い方ができて、こっちはダッチとかのちょっと強いバージョンみたいな感じのイメージで僕は考えてるんですけれども、いろんなフィールドで、この黒ラベルの特性をね、しっかり活かさないと使い切れないところがあります。例えば、まあ、水面ちょっとクリアアップしてる、騙せる要素多いなと思った時に、黒ラベルを出してあげても、例えばそれがね、すごい音とか、ガチャガチャする音を嫌う魚っても絶対いると思うんですよね。そういう時にアベンダー RSR と出してあげてもちょっと微妙だったりするし、逆にそれが効くケースっていうのもいろいろあるんですよね。なので、その辺のね、まず黒ラベルの特性がそれぞれによって違うっていうものがね、非常に大きいかなと思います。もちろんシャットプラグとかもさっきも紹介したので、もちろんね、いろんな種類で異なってくるんですけど、特にこういうビッグベイト系とか、まあ、クローラーベイト系っていうのは、すごい顕著に現れるんですよね。なので、例えばお持ちのものだったりとか、今ちょっとクローラーベイト気になって買おうかなって思ってるものがね、どういう用途で使えるのかって押さえておかないと、しっかり状況に合わせていけないかなと思います。はい。で、あとね、もうちょっとデメリット部分で言うと、もちろんカバーには打ち込むことはできないですよね。こういうオーバーハングの下とかのこういうところとか、根が勝っちゃう可能性が非常に高いですよね。ただ、普通のその沈めるものよりは根がかりしにくいと思うので、まあこういうところにキャスがしっかりうまく決めれるんであれば全然アドバンテージとしてはありだと思います。で、もちろんね、表水温冷え切ってしまって、レンジがすごい下がってる。例えばこういうところにいる魚たちが、もう冷たい水がね、ここにね、表水温、放射冷却で冷え切っちゃってるところにこう上がってくるのはなかなか難しいと思うんですよね。なので基本的にこうフィーディングで上がってる魚とかをこういう羽物で取っていくっていう形のスタイルの方が、この時期としては非常にメリットが多いんじゃないかなと思います。で、それを強くするのか弱くするのかっていうところは、その各々のね、クローラーベイトの特性を活かして使っていくのが、まあいいかなと思います。で、トップオーダージャンルっていうのはもうこの時期からだんだん効かなくなる可能性も高くなってきます。ただ、このクローラーベイトっていうのは、こう一点で強くアピールすること、まあ一点で弱くアピールするとか、いろんなものがあるんですけど、その一点で誘えるってことで、魚が移動距離をね、そこまで、例えばこうすごい早く動くもの、バーって動くものって、どうしてもその冷たいところってこう追いかけるの難しいじゃないですか。もちろんね、そういうコンディションの魚もいると思います。ただ、その追いかけれないこともある中で、移動距離を抑えて誘い出せるっていうのは非常に効果的だと思います。なので出方としてはね、ハイシーズンみたいなドーンみたいな出方はしないでも、こうつまむようなね、バイトしてくれたりとか、でかい魚が体力あるので、そういうところでね、しっかり動き回るっていう可能性も非常に高いかなと思います。なのでそういったね、クローラーベイトのメリットとデメリット、その個々のね、それぞれの特性をね、しっかり押さえた上で使っていただけると、まあ非常におすすめかなと思います。はい。で、あとね、もう一点、タックルを選ぶっていうのもそうですね。まあ前回ね、動画で紹介したダッチとかはね、基本的にどんなタックルでも使いやすいかなと思うけど、その分やっぱパワー弱めですよね。で、この辺のね、バンクフラッターとか、バンクフラッターはギリ MH ぐらいでいけるんですけど、まあ RSR も、まあ MH、まあちょっとね、ヘビータックルを使わないといけないかなという状況も出てくるのは、まあ一つのね、デメリットかなと思います。はい。で、それをね、踏まえた上で、じゃあメリットを活かす上で、どういうところで出すのがいいのかっていうところをね、意識していただけるといいかなと思います。で、あとはね、やっぱサイズもやっぱ出にくいですよね。正直、そのちっちゃいやつ。ちっちゃいやつがこれをバイトしてくることは、まあ、チェイスはしてきても、結局追いかけてくるだけっていうパターンが多いと思います。なので、でかい魚を狙うから、小さい魚を騙せるってことは非常に難しいと思うので、でかい魚一発狙いっていう形になります。なので、これでもう全然釣れないっていうのはもう結構当たり前の状況としてある。で、そのタイミングが揃う時にこれを出してあげれることができれば、いい魚も呼び寄せてくれるんじゃないかなっていうのがクローラーベイトになります。はい。じゃあ次行こうと思います。はい。で、次はね、こちら。はい。クランクベイトですね。これマグナムクランクと普通のノーマルの、まあ、ゴリラですね。と用意しております。まあこれ別にお持ちのものでいいと思うんですけれども、まあクランクベイト、じゃあどんな用途があるのかってところ、まあもちろんね、これはもう何度も僕も動画内で説明させていただいてるんですけれども、このね、リップがあることで、その投げた先からまあ先行振動、決まってるものに対してこのラインをしっかりスピードレンジを変えなくて早巻きすれば、このレンジをずっと引いてくれるっていうのが非常にメリットとしては大きい。で、カバークランキングってこういうね、岩に当てる音とか浮上するアクションとかで、魚をね、口を使わせることができるっていう、非常にね、この時期、秋のまあ定番というか、まあ春もそうですけども、クランクベイトっていうのは非常に強力な食わせ能力を持ったハードベイトとして、もう定番としてなってますよね。じゃあこれのね、逆にデメリットなんですけれども、これがね、先行振動っていうのをコントロールすることが難しいってことですね。もちろん竿をこう立てた、下に下げてあげるとかで、ちょっとこうレンジを変えることはできますけど、基本的にこの範囲しかなかなかできない。まあ表層付近を巻けるものもあります。ゆっくりとろ巻きしてあげればこの辺を引いてあげることはできるけど、正直その小技をね、効かせるっていうこのテクニックが結構必要になってくるんですよね。なので、このレンジを、例えばこれの下ですよね。こういうとこを狙いたいってなって、じゃあこのクランクたちで、ここまでしか潜らない。どうやってもって時にはこの辺はね、引くことはできないですよね。なので、そうなってくるディープクランクだったりとか、そういうのが活躍するんですけれども、そうなるとね、クランクをいっぱい持ってないとダメですよね。なので、例えばお持ちのクランク、まあ、例えば秋のフィールドだから、クランクベイトちょっとこの、リップラップエリアにね、打ち込みたいとか、巻いていきたいっていうシーンがあったとします。結局、このリップラップエリアね、まあ、リップラップってこういう岩があるところとかなんですけども、このリップラップエリアに打ちたいとなります。で、そうなるとクランクを投げてあげますと。で、どんだけ竿を下げてもこの上しか引けないという状況ですよね。ってなってしまうと、もしかするとここに魚がついてて、何かステイしてこういうのをなんか待ってるとかいう可能性だと、この上でね、気づいてくれる可能性って低いと思うんですよね。もちろんラトルが入ってるとか、そういうので気づかせて反応させるってこともできると思うんですけれども、その自分が狙いたいレンジに対してどういうね、こう位置づけで狙っていくのかってところが非常にね、ポイントになってきます。なので、そういうクランクをいろいろ持ってて使い分けれないと、例えばクランクウェイト効きそうだなっていう状況で、まあ濁ってるとかね、いううちにで使ってあげても、実はそれって、魚がいるレンジに届いていないとか、魚がいるところを通せていないという可能性が高いんですよね。なので、もちろんゆっくり引けるものだったりとか、早く巻いてとか、まあいろんな、これもね、さっきのクローラーベイトと一緒で、自分がお持ちのクランクベイトがどういう特性を持っているのかって非常に抑えていかないと、結局狙ってる。クランクベイトだから釣れるというか、このレンジを引きたいけど、じゃあそのレンジで、そうするクランクっていうのは何なんだろうとか、まあシルエットとか波動とか動きもありますよね。で、いろんなものでこうセレクトしてあげないと、結局クランクベイトが生きてこないというシーンがあると思います。もちろん最近紹介したダイソークランクとかもあるんですけど、ダイソークランクってやっぱそのレンジが決まれば絶対釣れると思うんですよ。レンジというかその魚がね、しっかりフォーカスできるようなレンジを引いてあげれば絶対釣れるルアーなんで、そういうのも結局どのルアーも一緒だなと個人的には思っています。なので、そのクランクベイトっていうのは制限がある中で、そのルアーがどう生きていくのかっていうのをね、考えていただけるのがまあいいかなと思います。はい、じゃあ次行こうと思います。はい、じゃあ次はね、こちら。シルエットでわかりますか？はい、スピナーベイトですね。まあスピナーベイトね。これはもう本当もうどの動画でもというかどの月でも紹介させていただけるルアーなんですけど、まあ基本的にね、やっぱカバーできるシーズンは非常に広いものですよね。だからこれ、まあいいところですよね。まあレンジをさっきのクランクベイトと違うところっていうのはレンジをね、コントロールすることができます。ただ、クランクベイトと違うところっていうのは早く巻いちゃうと表層付近しか巻けないんですよね。この層をじゃあ早く巻きたいってなるとどうしても揚力が働いちゃうので上に上がっちゃうんですよね。だからそういうところは、まあ、とりあえずデメリットだと思います。ただ、それ以外に関しては非常に視覚がないというか、例えばフラッシング効果で遠くの魚も呼び寄せれるし、こういうちょっとしたブレードの回転サウンドとかもあるし、ラバーのスカートで食わす要素もある。で、カバーのすり抜け要素も高いと。まあ、いろんなね、こう、やっぱり汎用性の高いルアーの一つですよね。まあ、それはもう以前からもう僕の動画内で紹介させていただいてるんですけど、このスピナーベイトに反応する魚をいち早く取っていけるっていうのが非常に効果的だと思います。まあ、秋シーズンね、ちょっと水温が下がり始めても非常に効果的に働くのがこのスピナーベイトだと思います。まあ、逆にこれを巻いてあげて出ないんであれば、この辺反応する魚いないんだなっていう判断ができるっていうことで、非常に話が早いんですよね。で、そういうところで、スピナーベイトっていうのはもちろんでかい魚もそうだし、ちっちゃい魚もそうだし、まあ、そういうね、で、サイズの選びも比較的、そのなんかコントロールしやすいというか、でかいやつも取れるけど、ちっちゃいやつも取れる。なんていうんだろう。これに反応するやつが、もしでかいんであればでかいの釣れるし、反応しないんであればちっちゃいのが釣れるみたいな。まあ僕はイメージかなと思います。ただね、もう一個デメリットなんですけども、こちらってやっぱブレード系って結構擦れやすいんですよね。まあさっきのクローラーベイトも結構近いんですけども、こういうブレード系のフラッシング系ってどうしても一回通してしまうと、魚にとってこうやっぱ、強いアピール力を持っているからこそ、魚は擦れやすかったりするんですよね。まあ、さっきね、出したこのシャット系とかありますよね。これって比較的、擦れにくいというか、何度も投げてあげても全然そう魚にといて騙せるけど、スピナーベイトって一回投げてあげると、正直それで反応する魚、もちろん個体差とかフィールド差もあると思いますけど、これでもう擦れてしまうという可能性が非常に高いんですよね。なので、ブレード系っていうのは場をね、こう、やっぱり荒らすって言い方はちょっとおかしいですけど、その要するに魚に対して、ちょっとプレッシャーを与えてしまう可能性が高いのが、スピナーベイト。まあ、要するに、諸刃の剣みたいな部分はありますよね。ただ、非常に切れ味は高い剣なので、非常にこれはお勧めできるので、今回第2位にさせていただきました。はい。で、こちらね、第2位がスピナーベイトでした。はい。じゃあ次、第1位いこうと思います。これね、もう正直悩んだし、まあ、あんまり、僕はスピナーベイト1位にしてもいいかなと思うけど、せっかく秋なんで、使いたいのはやっぱこれかな。バイブレーション系ですよね。まあちょっと今回はね、レベルバイブとブーストをまあ持ってきてますけど、まあいろんなものあると思います。とりあえず手元にあったものを持ってきたんで。まあこういうね、バイブレーション系、まあ秋とか、これから玄関期寒くなっても非常に効果的に使えるものだと思います。まあこれね、さっきのスピナーベイトと一緒で、レンジをね、どこでもコントロールできますよね。ボトムをリフト&フォールしてもいいし、通常を巻いてもいいし、表層補給を早巻きしてもいいし。その、アングラー側のコントロールで、そのレンジをコントロールできますよね。ただ、さっきクランクベイトみたいに、この一定層っていうのはちょっと難しかったりするんですよね。若干こう浮き気味だったりとか、その辺のね、コントロールのしがいっていうのはちょっと難しいところではあるんですけども、基本的にアングラー側の使い勝手で、いろんなところを攻めることができます。はい。で、あとはね、まあ、デメリットとしては根掛かりが非常にしやすいってところですよね。もちろんその、これだけね、ボトムに着底してしまうと、ボトムのものを拾ってしまう可能性もあるし、やっぱり細かくリップがついてる、さっきのね、シャットとかクランクとかそうですけども、こういうのってやっぱリップがあることで、このフックをね、当てずにこう回避することができます。ただこれリップがないですね。リップレスクランクとか言うんですけども、名前別名なんですけども、そうなってくるとそのリップがねこうないことでそのスタックしてしまうという可能性も高いです。まあ最近の、バイブレーションって比較的根がかりしにくいものが多いんですけども、それでもやっぱり使う状況、特に発場所とか物が何沈んでるかわからないところではかなりねデメリットが多いものかなと思います。なのでその辺をね、まあ、意識していただいて使っていただくんですけども、やっぱりこの秋のシーズンですよね。広範囲に魚を探っていく上で、スティナーベイトじゃちょっと強すぎるとか、シャットじゃ弱すぎる。クランクベイトじゃちょっとレンジをコントロールできないところで、いろんなところで使っていける。加えて、今この時期、まあ、活躍する上で、こいつのポイント、バイブレーションが一番生きるであろうっていうのが、やっぱリアクション要素があるんですよね。ここの魚がいたとしますと。でスピナーベイト引いてきたけど、もうそれ擦れてしまってダメとか、シャット引いたけど、反応してくれないとか、いう可能性もありますよね。で、あとクランクベイトだけど、その線を引いてもダメという可能性もあります。ただ、バイブレーションというのは、この細かいピッチで、かつ音もありますよね。音的な意味。で、こっちは音はないけど、すごく細かいピッチで早巻きできるっていうものですよね。こういう細かいながらも動いてくれることで、魚がね、思わず口を使ってしまうっていうシーンが結構やっぱ多いと思います。なので、結局これも、さっきのシャットとかは結構近いんですけれども、シャットよりももっとこう、魚がいるであろう場所に対して投げ込まないとなかなか厳しいかなと思います。もちろんね、秋なので、水温がしっかり安定してるんであれば追いかけてきて食ってくれるってシーンもあるんですけれども、そういうのを踏まえた上でも、やっぱり同じ場所に対して何度も頭数を稼いであげる可能性があります。このボトムを狙いたいんであれば、このボトムに対して何度も投げてあげないと、魚が気づいてくれないとか、魚が食うに至らないっていうケースもあるんですよね。なので、そういうリアクション要素で使うっていう面を踏まえた上で使っていくと、まあ全然違うかなと思います。で、あとはね、場をね、こう荒らしにくいっていうのもありますよね。結構これ本当にスピナーベイトだったら一発投げれば結構もうパワーあるから寄せてこれなくて、魚をね、こうやっぱプレッシャー与えてしまうっていう可能性があるけど、バイブレーションであれば、まあ着水音とかドボンっていうのがあるかもしれないですけど、それ以外で考えれば、もう水を切っていくので、水をあんま押すことが少ないんですよね。なので逆に言えば水押しを嫌う魚っていうのもこういうのが効くケースがあるっていうのを知っておくとまあいいかなと思います。なので逆にこう水を押しにくかったりとか、根がかりが多いとか、そういうデメリット分を排除していくと、どのルアーがいいのかっていうのが分かっていきますよね。はい。で、こちらね、第1位、バイブレーションを紹介していきました。まあちょっとね、ランキング形式のなかなか無理があるなと思ったんですけど、まあこんな感じでね、秋のおすすめルアーを紹介してきました。まあね、巻物が効き始める時期だとは思うんですけども、横の展開ですよね。もちろんいろんなものがあるし、まあ次回紹介するワームの中でもね、まあ紹介していけるかなと思うんですけども、この中でね、じゃあこのルアーが苦手なとこってね、どうなんだろうってところを知っていただけると、まあ非常にいいかなと思います。フィールドを見た上でも、この状況下で今良くないところはどこなんだろうってなったら、いいところって絞れてきますよね。なのでそういう逆の発想で考えていくっていうのも非常にまあヒントとしてありなんじゃないかなと思います。このルアーこれがいいから、これを使っていけばいいっていうね、ヒントもあるんですけれども、それを逆に取ってみて考えていただくのも非常にまあ僕としてもやっぱいい時があったので、その辺をね、今回参考になればなと思ってランキング形式でね、紹介していきました。ぜひ皆さんの意見もね、コメントしていただけると嬉しいです。はい、では今回となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。